皆さんこんにちは、ドラム講師の片平です。今日ウディメンタルチャレンジ月曜日ということで新しい課題をやっていきます。今週はセブンストロークロールになってます。セブンストロークロールをブロンズからダイヤモンドまで頑張りたいということで、今日は月曜日1日目なのでブロンズからいきます。でブロンズなんですけれども、テンポが120から150ということで、120、135、150の3段階をそれぞれ右手リード左手リードやっていきたいなと思います。6ストロークロールが最後までダイヤモンドまでクリアできなかったので、7でリベンジしたい。頑張りましょう、頑張りましょうじゃない、頑張ります。ブロンズは余裕で OK ということで、ね、クリアにしたいなと思います。まあ、この調子でダイヤモンドまで駆け抜けていきたい。今週こそはクリアするぞということで頑張っていきたいなと思います。じゃあまた明日のシルバーでお会いしましょう。さようなら。